だからですね、そのスタンドは強盗に取り継いでいたっつうか、体の中に入ってただけで俺に攻撃はしてこなかったっすよ。近くにアンジェロはいたか、例の写真の男だ。いや、いなかったっす。くそ、いまいち髪型が決まんねえな。いいか、そのスタンドはパワーは弱いが遠隔操作ができる。何らかの方法で人間の体内に入ってくるタイプだ。これからお前の家に行く。これから俺が行くまで一切のものを食ったり飲んだりするなよ。水道の水はもちろん、シャワーにも便所にも行くな。いいな。ちょっと待ってください。実はあんたのことをお袋に話してないんですよ。うちのお袋は気が強い女なんだけど、ジョセフ・ジョースターのことをまだ愛してるみたいで、思い出すと泣くんですよ。ジョータロウさんの顔一発でバレます。ジョースケ、この写真どうしたの？さっき会った牛乳屋さんだわ。知り合いなの？おい、ジョースケ、どうした？やばい、遅かった。今、コーヒーからお袋の口の中に入ってくのが見えた。もしもし、ジョースケ。おい、ジョースケ。ジョースケ、あんたもコーヒー飲む？うん、そうだな。ミルクと砂糖も入れてくんない？ミルクと砂糖ね。ジョースケ、ミルクと砂糖だっけ？ああ、もしもし、ジョータロウさんすか？スタンド捕まえたんですけど。